はい、どうもいらっしゃいませ、ナミです。はい、本日なんですけれども、また、ヤフオクで買い物開封動画はい、またこちらですよ。また、ヤフオクで買ってしまいました。まあ、もう予想ついてると思うんですけども、あれです。それが、今回買ったのが、こちらです。佐川さん、いつもありがとうございます。今日はこちらの方を、開封していきたいと思います。よし、じゃあ早速行ってみましょうかね。これはまた夢が一つ叶ったっていう感じなんですけれども、うれや、おお、はい、お待たせしました。今回私が買ったのがこちらです。前回のと結構似てるモデルだと思うんですけども、マルシン製コルトパットン将軍モデルです。これね、もう本当にこれも本でしか見たことない。いやー、かっこええこれ。というわけで、またモデルガンのマニアックな世界なんですけれども、今回もこちらの方ちょっと見ていきたいと思います。宮波、はい、今回買ったのがこちらですね。はい、ここにコルトって書いてありますけども、まあ元々はコルト社が作ったモデルなんですけども、それを日本のまあモデルガンでは有名なマルシンっていう会社がこうモデル化したっていうものですね。うわー、マジで初めて見た。すげー、これピントが合わないかな。お、あったあった。こちらですね。側面はこういう感じですね。で、後ろもまた細かくエングレードが入ってるモデルになるんですけれども、とこちらの銃のまあ、知識で言うと、アメリカ陸軍にジョージ・パットンっていう方がいたんですけれども、その人が個人注文かな、個人注文でコルト社に製造してもらったっていうものですね。それこそ軍から支給されたものとかではなく、このジョージ・パットンっていう方がね、結構いいお家の方だったらしくて、まあちょっとしたこう貴族階級というか、ということで個人的にコルト社に依頼して作らせたモデルっていう風に言われてます。で、グリップにはアメリカンイーグル。うわ、かっこええ、マジでこれ、うん、そしてここにメダリオンですね。メダリオンがこうやって、馬かな、馬のメダリオンが入ってて、でここに傷が2つこう並んであるんですけれども、これは確か1916年ぐらいかな、アメリカの国境近くでメキシコ人の襲撃にあった際に、この銃で一人を射殺して一人に重傷を負わせたっていう、まあ武勇伝みたいなものがあって、このパットン将軍にはその時の2つのこのスコアって言われてる刻み目ですね。そう、メキシコ人2人を倒したぞっていう、なんか武勇伝チックな感じのものですね。で、裏面見てみましょうかね。裏面はこういう感じです。同じグリップのところはメダリオンで GSP って入っている。そして、うわー、このエングレーブがまた綺麗っすね。ゴールドの中心にこうやって全体的にエングレーブが入ってるっていう感じですね。これもね、また前回のルーズベルトと一緒で憧れの銃の一つですね。いや、まさかこうやって実物を見れる日が来るとは思ってなかったですけれども、ちょっとルーズベルトと並べてみましょうかね。結構似てるモデルだとは思うんですけれども、並べるとこういう感じ。ルーズベルトの方が結構大きいですね、重心は。あ、結構差があるな、こうやって見ると。こんな感じでパットン将軍モデルの方がちょっと小さめですね。ルーズベルトの方が少し大きいっていう感じ。
うわこの2つの並びやべえマジで。まあ好きじゃない人は全然わかんないと思いますけど、でもこの2丁の銃がかっこいいことはもう一目瞭然じゃないですか。興味ない人でもわこれすごいなって多分思う並びだと思うんですけれども、うわかっこいい、マジかっこいい、やべえ超嬉しいなこの2丁が揃ったっていうのは。もう本当に自分はもう学生の頃からこういうモデルガンが好きでよく雑誌見てたんですけど、そういう雑誌にもよう出てたわこの2丁は。いやーかっこいい、マジでかっこいい。はい、というわけでまた今回もこうやって自分の夢が一つ叶ったっていうわがままな動画になるんですけれども、いやーこれマジでかっこよくないですか。こうやって本当にジェネラルパットンを持つ日が来るとは自分でも思ってなかったんですけれども、かっこいい、うわーやべえ。細部まできっちりと再現されている、やっぱり日本のマルシン製すごいっすね。フランクリンミント製もいいなって思ってたけど、マルシンやっぱりすごいっすわ。かっこいい、このアメリカンイーグルもまたかっこよ、うわーすっごい嬉しい。この興奮分かってもらえないだろうなまあでもね、こうやって一つ一つまあ見てるだけでも楽しいものだと思うんで、うわかっこいい。やっぱりリボルバー式の銃ってかっこいいですよね。今はもう本当にこういうタイプの銃ってそうそう特に日本では見ることないと思うんですけど、もうモデルガンでしかまあ実用的じゃないんでね。ただねやっぱりこういうアメリカの、ね、西部劇とか子供の頃とか映画とかであったじゃないですか。もうその世界観なんでやっぱりかっこいいなぁ。というわけで今回も子供の頃から憧れてた、モデルガンをまた一つ購入したっていう動画でした。はい、共感してくれる人は少ないと思いますけれども、また今後もちょっとモデルガンについてはやっていきたいなと思ってますんで、まああとは今うちに飾ってあるやつもあるんで、それも今度紹介しようかな。そういう動画もまた作りたいと思いますんで、こちらのルーズベルトに次いで、2丁目の憧れの銃を手に入れたっていう動画でした。はい、それでは本日も高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。やべえなこれ。